こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はドラゴンクエストモンスターズジョーカー3プロフェッショナル、ストーリークリア後に行けるようになる各地域にあるダンジョン、未完の祠に行ってみます。まずは草原から行きます。で、中にはスカウトが可能な珍しいモンスターと神獣石が一つ宝箱に入っているっていうことと、ボスを倒すとパーツがもらえます。そしてパーツをすべて集めるとスライダークロボと戦闘ができるようになるので、そこもやっていきたいと思います。スカウト可能ということなので、強いモンスターのスカウトにも挑戦していこうと思います。コードさん目線でダイスアテレコなので、新しく見るモンスターがたくさんいるのですが、今回はですね、天魔クワバルナ、この子、まずは1体目スカウト、道具投げてやってるんですけど失敗してますね。いけるかな。お、成功した、来ましたね。はい、レベル50、ランク S でゲット。テーマカバルナ、あ、ベテランハンター、スカウトに成功した回数が100回以上となったものに贈られる称号をゲットしました。ジョーカー3も遊んでるので、そこからやっている関係上ですね。各祠には、ボスいるのですが、今回の草原のボスはキラーマシン2とキラーマジンガで撃破するとダークチップアルファがもらえたそうです。次のところに行きましょう。陥落都市、反応はですね、リアクターのラーの機能を使って反応が出たところに行くと祠があるそうです。お、アイテム、いろんなところにこうやって宝箱があるんですね。はい、次行きましょう。ここは陥落の霊道、あ、でっかい。いきなりバイキルトを使いながら、暗黒の魔人、戦いに勝利。お、スタンバイモンスターレベル上がりました。中身が結構なんか宝箱の中身もさっき見た感じ違いましたね。はい、次行きましょう。ラーの機能を使って、祠出現、こんな感じで見破りできるんですね。私もここまで来たらぜひ行ってみたいところなので、ストーリー進めるの楽しみです。グレイブディガー2体、お、スカウト、あ、成功した。はい、モンスターのレベルは50なのかな、強い。ここに神獣石がありましたね。お、びっくりした。で、奥の方にも宝箱、イエローオーブゲット。ここら道が分かれているので、こっちにも行ってみます。お、バブリン倒す、勝利。この調子でまだ行ってない祠にも向かおうと思います。こっちの奥が気になりますね。あ、バブリンだ。はい、勝利した。はい、アイテムもゲット。箱発見、ミミック、あ、パンドラボックスだ。勝利した。あ、びっくりした。宝箱じゃなかったですね。小さなメダルを手に入れた。で、戻ろう。おー、
バブリンと再び戦闘して勝利。あ、バブリンが変異したようだ。お、ここ変異モンスターも出るんですね。倒します。お、スカウトね。いける？1体にしなくてもいける？私変異モンスターが出てきた時だいたい1体にしてしまうのですが、そのまま直でも、あ、52で、あ、そうか、手数が多いから 71.6%。 あ、スカウト成功。はい、バブリンをスカウト。あとは、ブラックマンティス。スカウトアタック。今回はね、道具は投げずに、スカウトですね。17から 35.8。もう一回すると 52.8。 もう一回やるよね。 71.5。 さあ来る。あー、失敗した。怒ってる私もよく失敗します。5割でこう2分の1を引けないっていうのとかが多々ありますね。たまにね、様子を見るっていうのをやってくれるモンスターもいるのですが、いろんなモンスタースカウト今結構いってるんですけど、新しくね、追加されたモンスター、え、ジョーカー3で見たことがない子とかもたくさんいるので、その辺楽しくやってます。はい、勝利。よかった。じゃ、ここは見終わってる。 OK。 あ、びっくりした。上にも行けるんだ。何か横の道もありますね。お、来た。メガバンド、ダークネビュラス。今回はこれが、このモンスターがボスですね。未完の祠、鋼鉄の監獄塔。あ、でも塔じゃないから監獄なのかな。はい、強い。天変地異にゼロだよし、聖剣好き。ダークネビュラ倒れる？お、いけました。はい、これでボス撃破。で、各祠にこういう風にボスがいるのですが、倒して奥の宝箱から取り出せます。うん、集まってきてますね。一個ずつ。はい。最後ここは、消滅の火山かな、火山に来てますね。で、すべてのパーツを手に入れるとスライダークロボと戦えます。ダークチップを使って修理。来ました。で、このスライダークロボ5ターン以内に倒せれば仲間になります。で、6ターン以上かかってしまった場合は再挑戦が可能だということです。好戦的なスライダークロボですが、修理してもらったので5ラウンド以内に倒せたら仲間になってやろうと言っています。戦いますか？イエス、行ってみましょう。かっこいい。もうなんか強そうですよねどうなるかな。兜割り
のモンスターですね。うわー、どういう攻撃が来るのか初めて見るので楽しみです。手数多いな、コードさんのモンスターは。あ、テンプルブロー、サンダーブレス、おお、弾いた。真珠の応援、呪いのルーレット、通常攻撃、ターンがね5ターン以内なんですが、1回でいけるのかな。あ、いけた。おお、で倒せればっていうことなので、スカウトじゃなくこれで仲間になる。あ、来た、おめでとうございます。スライダークローブを5ラウンド以内に倒せたので仲間になります。やったで、全ての祠でね、アイテムを取るとスライダークローブと戦える。で、5ターン以内に撃破できたので仲間になりました。はい、ということで今回はスライダークローブ、ギガボディ、ビリビリボディとか持ってるんですね。耐性等はこんな感じ。スライダーレベル10ランク S でゲットできました。私もここまで進んだら行ってみたいと思います。ストーリーはダイス目線で今後お送りしますのでよろしくお願いします。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!